パラサイトイブ98年スクウェア。どうもアラヤンです。懐かしいですね、パラサイトイブ。細胞の中のミトコンドリアが人間に反旗を翻したらどうなるかっていうのを描いた SF ホラーになるのかな、小説があったんですよ昔。その小説を原作にした、原作というかね、小説の世界の何年後かの世界を描いたプレイステーション版パラサイトイブなわけなんですけども、プレイすんの本当に20年ぶりぐらいじゃないかな当時は結構ハマりましてね、レベルもカンストまで上げまくったような気がするんだが、ほとんどねストーリーそのものは忘れちゃってるので、今回が初見ぐらいな気持ちでやっていきたいと思いますよ。懐かしいな。主人公が警官なんですよね。雰囲気的にはバイオハザードを彷彿とさせるようなアクション RPG になるんでしょうかね。エンカウント型戦闘なんだけど、戦闘の中にアクション要素が盛り込まれた面白いジャンルの作品でしたね。戦闘も結構ねハマるんですよね。敵の攻撃はちゃんとかわさないとダメージをバンバン食らうっていうね、そういうシステムでしたので、さあ20年ぶりのプレイやっていきたいと思います。パラサイトイブ。じゃあニューゲームでスタートしましょう。プレイステーションのソフトですけど、ムービーめっちゃ綺麗ですよね。さすがスクウェアだな。舞台はアメリカでしたっけ？メリークリスマス、1997年。これが主人公だよな。何浮かない顔してるんだい。このオペラが見たいって言ったのは君だぜ。アヤ・ブレア、年齢25歳、職業ニューヨーク市警刑事。おっと、名前が変更できるぞまあアヤって決まってるんだからアヤで行きましょうか。そうね、楽しまなくちゃ。クリスマスイブだもの。君とイブを過ごせるなんて夢のようだよ。シートも関係者の招待席をパパに行って都合してもらったんだ。お金持ちのお坊ちゃんみたいですね。さあ、素敵な夜の始まりだ。参りましょう、お嬢さん。動かせるようになりましたね。めっちゃダッシュしてるけど間もなく開演です、お急ぎを。さあ行こう、急がないと始まってしまうよ。とにかく中に行こうってことかな。めっちゃダッシュで入っていきましたね。楽しみだったんだろうな。めっちゃ速いなこいつ歩くの行くぞ。
オペラハウスですよね。すごく立派な劇場っぽい。父上、どうかこのエヴァとの結婚をお許しください。ならぬ。その娘がどういう娘なのかお主もよく知っておろう。その娘に見入られた男は次々と変死しておるのだ。違います。男たちが死んで誰よりも悲しんだのは彼女なんです。そやつは魔女だ。衛兵、その魔女を引っ立てい。火炙りの刑に処すのだ。演劇っぽいですね。オペラじゃなさそうだぞ。父上、エヴァを刑に処すならばこの私も殺してください。エドワード。オペラでした。突然歌い始めたよ。シーンすごいな。めっちゃ歌ってる。どうしたの？周りの人たちが燃え始めたぞ。危ない危ない。これは劇じゃないですよね。突然燃え始めた感じ。勝手に燃えていってるな。えらいことになってしまってる。この歌手がやったのか。えらいことなってんじゃねえか。大惨事だぞ。危ない。この火の海で一人歌ってますもんね。狂気じみてますよね。拳銃持ってきてたのか。危険な刑事だな。これは演出にしては大げさな。いいから早く逃げて。全然興味のない男性だったんですね。お、操作できるようになったぞ。とりあえずあの歌手のところに走っていけってことだよな。あいつは何者なんだ。まだ舞台の上に一人立ってますもんね。危険なやつだな。ニューヨーク市警よ、一体何をしたの。ふ、やはりお前だけは発火しないようだ。発火。え？そう、お前も目覚め始めているはず。何に？何を言ってるの？お前の細胞の奥から聞こえるはずだ。目覚めよと呼ぶ声が。もしかしていきなり戦闘かな？あ、そんな感じそんな感じ。なんかやってるなんかやってる。あ、攻撃いけるぞ。攻撃範囲が。お、なんだ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 。あっぶねー。急にレーザーみたいな。いけ攻撃。ふ、体が熱い。回復したっぽいよね。突然。やはりな。これは一体さっきの発火と関係あんのかね。走ってたらかわせるか。かわせますね。いけ攻撃。よし、またビームかな。来た来た来た。かわせ。いけ。弾が全然ないけど倒せるかな。大丈夫か。さすがにチュートリアル戦闘だから大丈夫ですかね。よし倒した。
共鳴しているのだ。お前の体がこの私と共鳴。ふって笑うの癖ですね。その力を使うほどお前は私に近づくのだ。私と同じその力を。同じ力、あなたは一体。さっきの発火と同じ力とは全然思えないんですが。イブ、イブ、お前はよく知っているはず、この私を。え、突然すぎて何が何だかですね。病院のベッドかな。何ここは。昔の記憶って感じかな。今のは。ふ。完全にこの笑い方は癖ですね、癖。あ、飛んでいった。待ちなさい。操作できるようになったぞ。ちょっと待って、こっち、劇場の入り口の方とかアイテム持ってたりしないかな。ちょっと見に行こう。ボロボロになってますね。ひどい惨状だったからな。ああ、これは焼死体かな。ここまで逃げたけど逃げきれなかったってことなんですね。体が勝手に発火するってことですよね。わあ、すごい。ひどいことなってんな。こっちにアイテムはなさそう。イブが向かっていったのはこっち側でしたよね。ここは舞台裏かな。穴がありますけど、こっちに何か箱があるぞ。回復剤1。すごい名前のアイテム。この穴は、外に応援が到着したようね。待って待って、応援が来たんだったら応援見に行く。応援ってことは何かアイテムをくれるんじゃないのか。さあ、外までやってきたぞ。パトカー到着してますね。救急車も来てるぞ。待って、私は警官よ。何、今バッジを見せるわ。いい、撃たないで。どこに入れてんのバッジ。納得してもらえましたね。しかし人間が発火するなんて。スポンティニアスコンバッション人体自然発火現象とかいう、一時騒がれたオカルト現象ですかね。ああ、すみません、応急処置でしたね。特にダメージ食らってないよ。しかしなぜあんたは燃えないんだ。それはこっちが聞きたいわ。もう何人もこの劇場に入ろうとして突然発火してるんだ。観客たちも大やけどで即死に近い。警官たちも突入しようとして、で、あの入り口の焼死体が出来上がったってわけなんですね。怖い。銃は何を使ってるんだ。オートマチックか。なら俺のと同じだ。弾はあるぜ。弾くれますね。もっとくれる。あ、めっちゃくれる。無限。あ、なくなった。悪いが予備はもう品切れだ。俺の銃の中のは渡すわけにはいかんしな。弾結構もらいましたね。66発。めっちゃもらったわ。あ、これで弾補充しとけるわけですね。オッケーオッケー。パラサイトエナジー。これがさっき使ってた回復でしょうね。HP を30ポイント回復。武器はこれしか。あ、クラブもありますよ。なるほど。弾がなくなったらクラブに切り替えろってことですね。防具は N ベストだけ。じゃあ戻りましょう。じゃあ行くぜ、穴の奥。ここから地下に行くってことだよな。誰？女の子。一人なの。ここは危険よ。早く。不気味な感じ。
壁の中に消えていきましたね。何あれ。あの子、まさか。心当たりがあるのか？どう見たって幽霊だったが。鉄骨の枠組みがある。これを登れば上に戻れそうね。あ、戻れんのか。まさかだわ。あの穴から飛び降りて戻れるとは思いませんでしたね。こっちは戻り道ってことな。とりあえず奥に行けってことだよね。いっぱいドアがあるな。この辺はアイテムとかない。鍵がかかってる。入れないってことか。とりあえず扉を全部順番に見てく。鍵がかかってる。こっちは？ここも鍵がかかってる。全部鍵がかかってんのか。なんだ？ネズミが来たけど様子がおかしいな。だいぶ様子がおかしいぞ。ミトコンドリアが暴走してますね。すごい声、すごい牙。なんでそうなっちゃうんだ、なんでそうなっちゃうんだ。なんでそんなことになる。原型がない。何かわからん動物になった。発火しないのかこいつは。なんで化け物になるのか意味わからんな。やばい、来た来た。よし行け、攻撃。銃でなかなか倒せ、いたいたいた。銃でなかなか倒せないぞ。周りをぐるぐる回って攻撃。よし倒した。そんなに強くないですね、さすがにな。なんでネズミが弾持ってんだ。ネズミがあんなになるなんて。これもイブの。それ以外考えられんわな。ここはやっと入れるドア。ここも消費体ですね。楽屋なのかな、ここは。奥のロッカーには何かアイテムはありますか。なんもない。何もない。あ、動いてる、動いてるぞ。生きてんのか、まだ。どうしたの、大丈夫。メリッサ、化け物。メリッサ、あの主演女優ね。スザンヌもきっと彼女が。しっかりしなさい。もう死んでるっぽいよな。スザンヌって誰だろう。さっきの女優はメリッサっていう名前っぽいですね。他のロッカーも開けていこう。なんもないのかな。お、回復剤1発見。これだけかもしれませんね。こんだけですね。向かいにも部屋があったよな。向かいの部屋も入ってみよう。ここは鍵はかかってない。お、誰か生きてるぞ。非強盗か、金なら。脅かさないでちょうだい、ニューヨーク市警よ。脅かすのはそっちだろ。そろそろ出番だからメイクしていたのさ。関係者以外はここに入ってもらっちゃ困るな。この劇場で事件が起きたの。すぐに避難しなさい。事件だって。冗談じゃない。せっかくのクリスマスイブに巻き添え食って死ぬのはごめんだぜ。なんでこの人発火してないんだろう。外出てやられたっぽいな。なんでこの危ない状態で逃がしたんだろう。ちょっと待って、奥にロッカーありましたよね。ロッカーだけ見ていこうか。何かあるかな。弾6発発見。なんであいつ弾持ってたんだろう。めっちゃ危険人物ですね。まだ奥の方に廊下は続いてるから、こっちも行ってみましょう。さっきのやつどこ行ったんだろうね。ここも鍵がかかってる。こっちも鍵。ここは入れましたよ。
ぐちゃぐちゃになってんな。おお、びっくりした。そこで光ってんのは電話かな。電話発見。署に連絡を入れておいた方が良さそうね。これはセーブポイントですよね。当時のゲームにしてはセーブの仕方も凝ってますよね。この辺に何かアイテムはあるか。お、なんだ、鳥が飛んできた。熱い熱い、助けて助けて。鳥は発火しないんだな。回復剤1発見。この辺は何もないのか。何も見当たりませんね。あの鳥は撃てたりしないの。そういう感じじゃなさそう。あれ、こっちの部屋も鍵がかかってるぞ。やっぱりさっきの鳥と何かしないといけないってことか。あ、そこに止まってますね。止まってるけど、あ、なんだ、止まってるけど、熱い熱い助けてしか言いませんね。何か他には、手持ちのアイテムをここに置きますか。いや、それは今はいいな。あら、なんだろう、他に何かある。どうもできませんでしたね。さっきの逃げていった男を探そうか。ピエロの格好したやつ。あ、どうした。敵かな。さっきのネズミみたいなやつが2匹。はいよ、一体倒したぞ。お、なんだこれ、炎炎。なんでそんなもん撃てんの。ネズミじゃないのこいつ。よし、レベルアップ、弾ゲットですね。この戦闘が結構斬新だと思うんだよな。コマンド選択式で敵に攻撃入れるんだけど、あ、死んでる。敵の攻撃は自分でかわさないといけないし、攻撃の射程もあるんですよね。射程外から攻撃しても敵にダメージは与えられない。あの道化の俳優。あれ、この人も鍵持ってない。あれ、どうしろって言うんだろう。さっきの鳥が飛んでたここ、この死体かな、こいつ。あ、調べられますよ。これは楽屋の鍵ゲット。オッケー、これで鍵のかかった扉を開けていけるってことかな。奥は多分進行方向なんだろうし、手前の扉から開けていきましょうか。まずはここから。鍵オープン。ここも楽屋っぽいですね。この辺は調べられない。どれが調べられるんだ。ここも調べられないかな。あ、何か調べられるぞ。日記。11月3日、クリスマス公演の演目が決まった。私がずっとやりたかったものだ。主役は12月25日にセントラルパークの野外劇場でソロコンサートもあるそうだ。薬を飲みながらここまで頑張ってきたんだもの。どうしても主役をやりたい。悪魔に魂を売ってでも。怖いこと書いてありますね。11月17日、仮キャスティングが発表された。主役は私とスザンヌのダブルキャスト。本当は私一人で主演したいけど、彼女がうまいのは誰もが認めているのだから。11月21日、稽古のしすぎなのだろうか。以前より頻繁に体が熱くなる。薬を飲まなくちゃ。あの主演女優の日記かな。12月6日、ついに稽古場で倒れてしまった。いつものように体が熱くなった後気を失った。今回で最後になってもいい。この役だけは絶対にやり遂げたい。12月10日、また気を失ってしまった。稽古途中で医者に行けと言われ、家で休むように言われた。このままじゃスザンヌに役を取られてしまう。とても眠れる気がしないけど早く良くなりたい。薬を多めに飲んで寝よう。12月11日、スザンヌが自室の火事で大やけどを負ったらしい。
私が役を独占したいなんて思ったから、神様ごめんなさい。12月17日、主演は私のシングルキャストに決まった。薬をもっと飲んでスザンヌの分も頑張らないと。12月23日、ついに初演の幕が開いた。なんとか無事に終わることができた。明日はいよいよクリスマスイブ、客入りも一番すごくなるだろう。明後日にはセントラルパークでのソロコンサートも控えている。でも体調はひどくなる一方、せっかくここまで来たのだから頑張らないと。薬をもっと飲まなくちゃ。不思議な症状に苛まれていたみたいですね。薬、一体何の？あら、日記の間に鍵が。何の鍵だ？稽古場の鍵ゲット。また別の鍵ゲットですね。こっちはクローゼットかな。ここは開けられるか。玉ゲット。ここはこんなもんでしょうかね。じゃあ今度は向かいの部屋行きましょうか。ここも鍵がかかってましたからね。ここにもオウムがいてんな。こいつは？こいつは喋らない。あ、なんか喋ったけどどっか行ったな。あ、敵なのかこいつは。オウムもこんな風になっちゃうんす。だ、オウムもこんな風になっちゃうんですね。撃ち落とせ。一撃。アイテムがいっぱいになっちゃいましたよ。回復剤1個使っとく。11個しか今持てないんですもんね。回復剤使う。 OK、 回復。ここは何もない。こっちは弾ゲットですね。手前の方にも鍵がかかった扉がありましたよね。ちょっと戻ってみましょう。この2つは入ったから、さらに手前の部屋、ここら辺ですよね。まずはこっから。ここは大道具部屋って感じかな。特に何もなさそうですよね。アイテムとかも見当たらないぞ。敵が出た。また炎を吐くネズミか。あ、鳥も一緒にいてる。見て。炎来た、炎。とりあえずこの鳥から行こう。はいよ、倒した。ネズミの攻撃はまだ比較的かわしやすいからな。オッケー、よし倒した。さらにかわしてこいつも倒すぞ。終わり。またレベルアップですね。いいね。めっちゃアイテム拾うけど。この部屋は何もないのかな。何もなさそう。お、なんかあるぞ。箱がある。回復剤ゲット。そんなにダメージ食らってないから回復剤もらっても仕方がないんだよな。これは手前側の扉から出てきたってことかね。じゃああとは鍵のかかった扉はここと一番奥だけかな。ここも楽屋でしょうか。ここは小道具の部屋って感じかね。でっかいハープとか置いてあるぞ。何もない。扉の中は開くこともできないのかな。お、なんだ、こんなところに何かある。この壁崩れそうね。どういうこと。なんでこんなところに隠し部屋があんの。意味わかんないでしょ。これオペラホールだよな。手持ちのアイテムがいっぱいです。回復薬使っときましょうか。はい、拾うのは N プロテクター。それは何、装備かな。 N プロテクターの方が強そうですね。こいつに変更。じゃあさっきの N ベスト、あれはもういらないってことかな。
ここにもアイテムが入ってる。ここは何が入ってるんでしょう。回復剤と一回交換。防御力プラス1。何それ何に使うアイテム。防御力が上がるアイテム。ああ、なるほど。装備そのものにプラスをつけるアイテムってことか。とりあえず N プロテクターに使っといたらいいのかな。それとも後用に置いといたらいいのかな。ちょっと置いとく。ここ開きましたね。なんか出たぞ。さっきのネズミ。棚の中でなんか小さい状態で格納されてましたけど、どういうこと。あ、狭い。全然動ける場所ない。倒せるかこれ。いって倒せ。 OK。 ここの中は何か入ってんのかな。ここにもなんかありますね。もうアイテムがいっぱいだな。防御力プラス1使っときますか。今つけてる N プロテクターの方に装着。 OK。 これで防御力がさらに強くなった。お、なんだろう。 P220 ゲット。装備ですよね。今度は武器かな。あー、強い強いぞ。装填数が下がるけど攻撃力と攻撃範囲が広くなる。 OK。 こっちに切り替えよう。これで鍵のかかった扉は一番奥以外は全部見たよな。じゃあ今度は通路の一番奥、あそこ行きましょうか。ここが稽古場ってこと？鍵オープン。さっきのメリッサがピアノを弾いてるぞ。どういうことだ。なんでそんな落ち着いてんのこいつ。私はメリッサ。私はイブ。熱い。また症状ですね。薬飲まなきゃ。核の支配は終わった。別の人格に乗っ取られてる感じかな。ミトコンドリアに乗っ取られたって感じでしょうか。すごいパワー。髪の毛どうした。髪の毛どうしたんだ。体もどうした。とんでもないことになったぞメリッサ。もう化け物じゃねえか。あ、戦闘ね。再びミトコンドリアが解放される日がやってきたのだ。あ、それだけ喋って急に戦闘が始まるんですね。とりあえず攻撃。はいよ。お、なんだ、攻撃が違う。お、レーザー、いたいた。レーザーじゃないか。日本レーザー。両手から同時に撃ってくるぞ。あの間を抜けろってこと。はい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 。OK。 いてそばに寄ったら攻撃もしてくるんですね。この辺でかわして動きに合わせろってことな。よし、撃て。 OK。 倒したかな。お前にはまだ時間が必要なようだ。何の時間だ。我らがミトコンドリアの解放まで。ミトコンドリア。そりゃそうなるわな。何言ってんのこいつって話ですよね。また病院のベッド。またここは一体。あの子さっきの。いいえ、あれは。あれが子供の頃のアヤってことか。医者。何なんだろう。途切れ途切れの記憶でよくわかんないな。ミトコンドリアの解放って言われてもって感じだよね。さっきのピアノの方行ったらいいのか。これ穴かな。下は下水道のようね。飛び降りる。稽古場の床から下水道に穴が開いてるって一体どんな深さなんだろう。飛び降りて大丈夫か。結構高そうですけど、よく怪我しなかったなこの人。
下水道が落書きだらけ。上からの視点に切り替わりましたね。また敵と遭遇かな。今度もネズミ、めっちゃ囲まれてんぞ。やばいんじゃない。よし、かわした。まずはこいつから倒したぞ。危ない、炎炎、痛い。こっちにかわして先にこいつから倒そう。終わり。こいつは今度はまた炎かな。何もやってこない。先に倒せ。よっしゃ、終わった。レベルアップ。パラサイトの能力が進化。スキャン、敵の HP 弱点を分析する機能を弱点を分析する能力をゲットしましたね。とりあえず奥に向かっていけばいいのかな。また敵と遭遇。今度もネズミかな。下水ですもんね。なんだこれ、カエルかな。でっかいのがいてる。まずはネズミから倒そう。そうか、弾のリロードが弾に入るんですね。弾が5発しか装填できないっていうのは、そういうことか。痛い痛い痛い、結構やばいぞ。回復しないとやばそう。ちょっと距離が遠い。行け。結構硬いな。距離取ったら攻撃はかわせそうだけど、ヒールで一回回復しましょうか。よし、 OK。 めっちゃ PE 使うな。あの PE が回復するまではまずいんですよね。あれを連発で使うと動けなくなっちゃう。ゲージが赤くなったら確か動けなくなるんだよな。よし、 PE がまた溜まったぞ。一回ここでスキャンで弱点を見てみますか。こいつの弱点は弱点とかねえじゃねえか。低音に弱い。そんなこと言われても低音とか関係ねえし。今の武器攻撃 OK、 倒した。またレベルアップですね。いい感じ。弾どんどん手に入んな。ハンドガンの弾なくなることないね。今ここだったら。そこに箱が見えてるぞ。M1911A1 ゲット。これは何、武器ですよね。射程も攻撃も上がって、同じハンドガンタイプだけど3連射できるのかな。これ結構強い武器じゃない。こいつはもらっとこう。今アイテムの上限は14個まで。 OK。 ここの噴水みたいなのは、またさっきの子供ですね。この子何なんだろうな。ま、あれ、扉開いて出ていったぞ。とりあえずそっちの扉の方行けってことよね。そっちの扉に行けってことは、なんかこの辺の奥とかにアイテムありそうですよね。そこになんか見えてる気がするんだけど、気のせいか。これは違うのか。この奥、これアイテムじゃない。アイテムですね。回復剤ゲット。それからここの扉の手前にもアイテム見えてんだよね。これね、弾ゲット。反対側、右側の奥にもアイテムボックスが見えてるぞ。これは何、手持ちのアイテムがいっぱいです。ちょっと一回入れ替えよう。回復剤と入れ替えようかな。攻撃力プラス1。これも今使っとけってことだよな。アイテム持てないもんね。攻撃力プラス1は M1911A1 につけましょう。 OK。 こっち側は部屋とかないのかな。こっち側に部屋ありましたよ。ここはアイテムボックスが落ちてる場所ってことかね。隠し部屋的な。タマゲット、ここは手持ちのアイテムがいっぱい。また回復剤と入れ替えよう。 PE 防御1って何ですか。新しいアイテムをゲットしたけど何かわからんぞ。パラサイトエナジー防御力が上がるアイテム、これは使ったら、あ、なるほど。
右のステータスの上から2番目 P エナジーってやつが上がるわけですね。魔法防御力って感じかな。これも使っとくか。それからここにもアイテムがあるぞ。これはなんだ、攻撃力プラス2 どんどん手に入りますけど、これ今使っていいアイテムなのかなとりあえずまあ使ってみていこう。どんどん、はじめ武器が強いってのはありがたいからね。他にはアイテムはないですか。この奥のこれは、バルブを回してんのかな。特にこれといって何か起きた感じでもあったな。木箱が浮いてる。これはなんだ、回復剤2、1じゃなくて2になりましたね。こっちの方が回復量が多いってことかな。まあまあとりあえず回復剤1はじゃあ置いていこう。じゃあさっきの女の子追いかけていきましょうかね。男の子かな、ちょっと性別が分かんないけど、あの子供を追いかけていくぞ。また敵が出そうな廊下、やっぱりね。あ、さっきのカエル2体か。結構強いやつですね。距離取らないと攻撃を絶対食らっちゃいそうだが、やばい攻撃来る。かわした、3発ぶち込め。よし、いい感じ、先倒せるでしょ。よし倒した。あともう一体な。ずっと周りをぐるぐる回ってたら攻撃食らわないんじゃない。いた普通に食らったわ。リロード。動きはのろそうですからね。先にこっちの攻撃が入りますね。よし倒した。また回復剤ですね。もう持てないよな。回復剤1はどんどん使ってった方がいいかも。撃破。1回じゃダメージ食らってるし、回復剤1使っときますか。 OK。 ここは鉄格子がはまってる。これかな、スイッチを押す。非常電話を使う。セーブってことか。 OK。 ってことで今回はこの辺にしときましょうかね。次回はこの鉄格子を開けて向こう側に進んでいきたいと思います。パラサイトイブ、雰囲気あっていいですよね結構独特の操作システムだな。アイテムとかちょっと初め使い勝手分かんなかったけども、なかなか面白そうですよね。ラストまでやっていきたいと思いますので、また次回も見ていただけたら嬉しいです。じゃあ今回はこの辺で。この動画を面白いと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。